古墳時代の金属器の最高傑作、奈良県立橿原考古学研究所により総称された2つの遺物はいずれも国宝級の出土品でした。2023年1月25日、奈良県富雄丸山古墳、日本最大の円墳から発見されたのは国内唯一の打龍門縦型銅鏡と国内最大の2メートルを超える打口剣。これまでの認識を覆す非常に精巧な技術力、最高峰の一品とともに眠る人物とは一体誰なのか。大発見に見る謎多き古墳時代の新たな景色を紐解きます。こんにちは、Mちゃんです。今回は古墳時代の最高傑作、打龍門縦型銅鏡打口剣と古墳の主の謎をご紹介します。直径109メートル、富雄丸山古墳は円墳としては日本最大の大きさを誇ります。築造時期は4世紀後半、古墳時代半ば頃と推定されており、これは日本の歴史から記録がすっぽりと抜け落ちた期間、空白の150年にあたります。明治時代、許可なく土地を掘り起こす盗掘により多数の副葬品が出土したことから、富雄丸山古墳の存在は広く知られるようになり、以来発掘調査や測量調査など熱心な研究が続けられてきました。そして2023年、ついに2つの国宝級の出土品は発見されるのです。遺骸を埋葬する木棺を保護する形で覆った長さ約 6.4 メートル、幅約 1.2 メートルの粘土の中に見つかったそれらの遺物は大変美しい金属器でした。打龍門縦型銅鏡、打口剣。いずれも形、大きさの面で前例がなく、極めて貴重な大発見であることは研究者たちには一目瞭然でした。龍のような文様がある縦の形をした銅鏡であることから名付けられた打龍門縦型銅鏡。その長さ約64センチ、幅約31センチ。背面中央には柱と呼ばれる紐を取り付ける突起があり、その上下には弥生、古墳時代の和鏡に認められる打龍鏡の模様が出されています。日本史上、縦型の銅鏡は類を見ず、国内で見つかった鏡の中で最大の大きさを誇り、装飾の文様は非常に緻密で複雑な作り。これはまさしく歴史的な発見といえるものでした。古墳時代における銅鏡とは、制作された場所により大きく2つに分類されています。中国大陸で制作され、日本列島へと伝来した中国鏡、またの名を白彩鏡。そして中国鏡を模倣しつつ、日本で独自に制作された国産の鏡、和鏡。いずれも一般的には、青銅や白銅など、銅の合金を使って鋳造され、その多くは円盤状をしています。磨き上げた鏡面に様々な文様が出された鏡背、その中央に突起する柱、円部などで構成され、多くは鏡背の文様や円部などの特徴をもとに名前が付けられます。今回見つかった打龍門縦型銅鏡の名前の元となった打龍鏡とは、中国の伝説に登場するワニのような姿をした龍、打龍に由来します。文様には神々の像があしらわれ、また、龍と呼ばれる丸い突起を囲うように配置されているのは、邪悪なものを退ける霊獣の姿です。1世紀から4世紀初頭に中国で盛んに作られた中国鏡を日本の鏡工人が模倣し、独自の文様を組み合わせた打龍鏡は、和鏡の代表例の一つでもあります。加えて、打龍門縦型銅鏡には非常に精巧な鋸子紋も描かれています。鋸子紋とは、三角形を連鎖して表現される幾何学模様の一つで、その名はノコギリの刃を並べたように見えることから来ています。また、板の表面は同年代の古墳から見つかる鏡と同様、滑らかに研磨されていることから、縦型の銅鏡として作られたと推測されています。当時の最高の技術で作られたと見られる打龍門縦型銅鏡の発見は、
これまで考えられていた以上に当時の金属工芸技術が発展していたことを明確に示し、研究者たちを大いに驚かせました。そもそも古墳時代において鏡とは祭祀の道具であり、王権を象徴するものでした。鏡を副葬品として古墳に納めることとは、死者の眠りを妨げるものがないようにという魔除けとしての呪術的な意味合いと、持ち主の権威を示すための維新剤としての政治的な意味合いの両方を合わせ持つとされています。ここにおいて魔除けとは、邪悪を避けるとされる中国の伝説上の動物の名前から壁蛇と言われます。壁蛇の意味合いを持つ鏡と、そして戦いにおいて身を守るための盾を組み合わせた打竜門盾型銅鏡。最高峰の技術を集めて作られたこの呪具は、葬られた人物の高い権威性を示しつつ、その御霊を鏡と盾とで魔の者から最大限に守護せんとする強い願いの込められた副葬品ではないかと考えられています。さて、銅鏡の発見跡からブロック状の粘土を挟んで上段に見つかったのがもう一つの呪具。守りの打竜門盾型銅鏡の対とも言える最高の武力を示した副葬品、打光剣。頭部の幅は約6センチ、長さはなんと約237センチ。波打つような刃の形をした日本最古の打光剣。同時に日本最大の鉄剣であり、また東アジアにおいても同時代の剣でこれほど大きい例はありません。柄頭、柄口、鞘口、鞘尻には装具の痕跡が残り、鞘の幅は約9センチにも及びます。打光剣とは、古墳時代における日本独自の形状の鉄剣で、西日本を中心に出土しています。これまでに見つかっているのは80例ほどと数少なく、最大級のものでも全長80センチほど。今回発見された打光剣がいかに特別なものかがわかります。打光剣は出土数の少なさやその形状から、実用的な武器としてではなく、宗教儀礼のための武具であったと推測されています。鉄製の武器、武具は、銅鏡と同様に、魔除けの呪具、壁蛇としての意味合いが大きく、また、持ち主の身分を象徴するものでした。巨大な打光剣が示すのは、大変高度な鍛冶技術、大きな炉などの道具、そして材料となる大量の鉄を有していたということ。打竜門盾型銅鏡と同じく、最高峰の技術を結集して作られた一品でしょう。では、これほど丁重に埋葬された日本最大の円墳に眠る人物とは一体どのような人なのでしょう。弥生、古墳時代の研究に携わる大阪大学の福永教授はこのような見解を示しています。富雄丸山古墳の主は大和王権を支えた有力豪族であり、打竜門盾型銅鏡や打光剣と共に埋葬されたのはその主に仕えた腹心のような人物ではないか。大和王権は3世紀後半頃から奈良盆地に成立した大気味と有力な豪族の連合政権です。富雄丸山古墳が作られた4世紀後半はちょうどもともと奈良盆地の南東部にあった王の墓が富雄丸山古墳のある盆地の北部に移動してきた時期だと考えられています。副葬された2つの呪具からは古墳に埋葬された人物の身分の高さが伺えます。大和王権において鏡を配布することは重要な意味を持っていました。各地を治める首長が大和王権に服属すると、その証として鏡を配布し、配布相手の規模や王権との関係性により、鏡の文様や種類、大きさ、数量は異なっていたと推測されています。とすると、他に例のない圧倒的な精度の銅鏡を持つことを許されるのは、やはり大和王権を中枢で支えた重要人物だろうと考えられるのです。さて、今回発見された2つの呪具は、古墳の頂上部分ではなく、盛土の裾にある作り出しと呼ばれる場所に見つかりました。作り出しには多くの場合、古墳に眠る主人の家族や腹心が埋葬されるといいます。彼らは死してなお大きな盾と大剣を手に主の魂を守り続けていたのでしょうか。古墳に眠る人物には
一帯を支配した王であるなど諸説言われ、今後の研究や新たな発見により謎は徐々に明らかになっていくことでしょう。未だ解き明かされない古墳時代の大きな謎、空白の150年の秘密も、いつの日かきっと日本史の記録から消えた空白の150年、激動の4世紀の謎については概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。 M チャンネルでは世界に存在する不思議や都市伝説、神話などをご紹介します。この世の解明されていない謎に興味がある人は、今すぐチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。